どうも、ツールです。今日ですね、またちょっと実家の方に来てて、この子たちですね、前回まあ動画で撮ったウサギちゃんたち、まあ、やっぱね、赤ちゃんの頃なので成長がすごい早くてね、今回もう一発動画撮ろうかなと、いろいろ見てもらって分かるように、お部屋をね、歩き回ってて、じゃあお前も歩いてくれ、この子なめなめ好きみたいで、可愛くないですか、この小ささ。今みんな奥の方行っちゃったけど、今ここはね、自由にウサギさんが遊べる部屋になってるんで、歩き回ってて遊んでますね。みんな今さっきまで運動会してたね。この歩き方、歩き方がたまんなく可愛いっすよね。撫でられたいの、ね、寝て撫でられたいの、この歩き方、この足短く。まだね、この子たちはちっちゃい子なので、まだ耳がこう立ってますけども、大きくなるとね、あのお母さんみたいに耳が垂れてくる形になりますね。ママを今だいぶ警戒しちゃってるけど、はい、で、こいつ大きいな。ご飯も食べてますね、自分で。成長早いですね。前回動画撮ってから1週間か。しか経ってないんですけど。みんな目もしっかり開いてね。こんな感じで走り回って元気に成長してます。ご飯も自分で食べ出して。まあ、まだ完全に母乳は抜けてないと思うんで。からどんどん母乳の時期が終わって、自分で一人餌だけで生きていく形になりますね。でもうちょっとしたらね、性別ちょっと調べてオスメス分けないと、ウサギさん2ヶ月ぐらいかなになったらもう分けないとね、また赤ちゃんが生まれちゃうので。この子ちっちゃいね。足、後ろ足が超かわいい。ママの足で、ほら、チビがいって、ママの手を上げた。来てない。この子ちっちゃいな。スイッチ行って、ママ。動きも早い。あなたさっきの子じゃないの？やっぱりまだこういう暗いところが安心するのかな。ね。何この子、かわいすぎる。潜ってんの？かわいいな、赤ちゃんで。おいで。ママ。ほんと元気だな。あ、でもちょっと若干大きさの差はあるかな。この子なんかすごいちっちゃいかな。うん、写す子がいいね。みんな寝ちゃった。今ね、この動画撮る前にだいぶ
遊んでたからもうみんな疲れておでぶモードになっちゃったっぽいですね。全然出てこなくなっちゃったね。これはみんなケツ？違う。あ、かわいい。じゃあ今回はね、まあこんな感じで赤ちゃんも無事成長してますよってことでね、動画の方回させていただきました。もうね、もうみんなお眠ちゃんモードになって。なんかこれから多分動画の撮れ高ないと思うんでこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあね、またもうちょっと大きくなったら動画の方回していこうと思いますので、最後までご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。